はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。9月は21日の木曜日ですね。はい、11時20分でございまして、まもなく電波が終わります。今日は下がってますね。345とないやつですね。なんでやろう。そんなことはようわからん。分かってりゃすごいですけどね。日経平均、日本経済新聞なんか出てるでしょうか。FRB が金利据え置き、なるほど。もう終わりでしょうかね、金利上昇も。あ、そうか、長期金利が上がってる。うん、 0.745、 ほんま？ちょっと見てみましょう。私の見てるサイトではですね、724ですね、0.724。あ、長期金利上がってるからね。金利が上がる、株下がるはセオリーですからね。355円安で、ドル円は148と円安になってます。円安になると株は上がるはずなんですけど、まあそれも一般的なセオリーですから。今日も香港下がってますね。213ポイント、17672と順調に下げてるという感じですね。原油は 89.03、 若干軟調ですかね。若干ね。金は変わらず1947というところで、ドルオンあらあらって感じね。安くなっても1340。今日は開けた途端に押されてますね。これは、ドルの金利が上がらないから、ドルは下がって、ウォンが上がるはずなんですけど、なんでやろ。ようわからん。ようわからん。1340って久しぶりの水準ですけどね。まだなんか知らんが力強く下げてますね。本当に変な言い方ですけど。さて、そのウォンの国ですね。毎日このウォンの国のですね、ニュースを見てるんですけど、はぁっていうのが、なんやこれはというのがあるんですけど、これなんかその一つですね。あ、まだこいつらまだこんなことやってるやんと思って。韓国野党親日不逆者、あの付属高校の付ですね、あのこう小里編をこう左につけたつけるというですね、逆は真逆の逆ですね。親日不逆者を擁護した国防省候補、与党が指名撤回求めるべき。野党がですね、与党に対してその国防省候補にクレームをつけてるわけですね。そのクレームをつけるのがですね、親日不逆者を擁護したというふうに、ようわからんでしょう。ちょっと言いましょうね。いやもう、こいつら本当にね、これを年中やってるんですよ。韓国最大野党共に民主党のパク・クワン・ウォン院内代表は、シン・ウォン・シク国防部長官に対して、シン候補が、これはなんて、おつな読めませんね。括弧第二次に韓日協定協約を締結した売国奴のイ・ワニョン、李寛陽と言いますね、日本語で、に対して仕方のない面があったと擁護した事実は明らかになったとし、これ第二次韓日協約ってね、1905年ぐらいの話ですよ。今から110何年も前に日本との条約を結んだ李寛陽としてはいるんですけど、向こうの総理かな。与党、そいつをですね、そいつが、それは仕方がなかったよと言うたらしいんですね。だからけしからんだって。当時、与党、国民の力が大統領に指名撤回を求めることを望んでいると述べた。要はこの人は、この105年前に今日この条約を結んだ人を擁護したから、そういうやつは国防省にしたらあかんって言うてるわけですね。はぁって感じでしょ。同日、パク院内代表は国会に開かれた外交委員会議で、新候補が国務委員と国防部長官、いや国防大臣のことです、としての資格がなく、不適格者であることが明らかになり、これに対する国民の判断を終わった
反乱も終わったとしこのように述べた。パク院内代表は当時韓国が抵抗したとしても国力の差があまりに著しく独立を維持することが難しかったという親日植民史観を持っていることも確認されたとし、大統領の三一節独立運動記念日記念演説と統一部長官の論文まで植民史観が国政運営の理念的背景ではないか国民が懸念しているとも指摘した。なんかね、これに先立ちハンギョレはハンギョレってこのメディアのことですね。ハンギョレは新候補、これは何やったかな、これはこれ今ハンギョレを呼んでます。自分たちはと言いたかったんですね。候補が4年前に大韓帝国が日本に抵抗したとしても独立を維持することが難しく、李官陽は売国業だったが仕方のない面もあったと述べたと報道した。まあ当時の選択肢としてはそれしかなかったと思いますよ。だから別に李官陽さんもね、まあ抵抗してもよかったんでしょう。抵抗したらまああれでしょ、寿命縮めただけでしょう。超ガブジュドットコムのホームページに掲載された2019年8月24日開催の自由韓国党国民の力の前身のよみがえらせよう大韓民国文政権、クアンファムン集会における新候補の演説文を見ると、当時予備役将軍だった新候補は我々は売国度の象徴として李官陽を非難するが、当時大韓帝国は日本に抵抗したとしても日本との国力の差は顕著であったため、独立を維持することは難しかっただろう。李官陽は売国度だったが一方では仕方のない面もあったのも事実だと主張する。まあ至極真っ当な見方ですけどね我々から見ると、まあまあ以下続きますけどね、このこいつはが売国度かそうではないのかということで論争してるわけです、そんなことよりもね、ドルウォン相場を心配した方がええんちゃいますかね、まあ、よその国のことですけど、この人たちってね、いつもここでね話が盛り上がるんですよ。前の大統領ムン・ジェインさんのお父さんはですね、もうとっくのとっくに亡くなってるんですよ。はですね、北から逃げてきた人なんですけども、その北の生まれた大人になったところでですね、当時日本時代でしたから、日本のなんていうか当時のですね、役所の管理をしてたんですね、まあ子役人です。子役人をしてたことによってですね、これは親日派ということを言われてたんですよしゃあないやんそんなんね。だって支配者が日本で、日本が官僚機構を操ってたわけですよ。その末端の役人は現地採用の人を取るでしょ。そんなしゃあないよそんなこれ例えばね、インドでね、あいつはイギリス統治時代のイギリス政府の役人になったということで排斥されてるなんて話を聞いたことないですけどね。こんなことやってるのはあの国だけですよほんまにあの実にね、連中らしいんですよ。新日とかね、日本の手先やったと言うたら、もうそれはとんでもないことなんですよ。もう生きていく価値がないんですだから一生懸命みんなですね、ちゃうちゃうって言うと、その言いたがってですね、それで意もしないですね、日本に抵抗して歯向かって戦った人の子孫とかいうのが出てくるわけですよ。そんな嘘ですよ、弟そんな人いないってそんな人いません、はっきり言って。1910年かな、併合条約を結ばれたのは、その直後にはいたんですよ、義兵運動っていうのはね。ところがですね、日本が負けた1945年のあたりになると、そこからも35年経ってますよね。もうほぼいないんです。ほぼいないというか完全にいないんです、歴史上それをね、なんかね、ちょっとした事件を見つけてきた、ああ抗日運動したんやとかって、僕はその子孫ですとか言って、そうするとね優遇されるんですよお金ももらえるんちゅうことだから、だからね本当にね嘘なんですよ、お隣さんが言うてる歴史というのは。もうそもそもが嘘なんでね、なんていうのかな、本当かどうかとか、それを客観的に見たらどうかとかいうのはもう全然関係ないんですね。
アホですよ、はっきり言うて。何やってんやろお前らと。真面目にやってはるんですよ、でもそれを。ほんで歴史の解釈は一つしかないんですよ。日本が悪かった、自分たちが頑張ったというそれに反することを言うたらですね、こうなるわけですよ一応このハンギョレのですねページを貼っときますね。はい、アホらしゅうてあんまり読めないと思いますけど、貼っときます。興味ある方は一応見てみてください。どうもありがとうございました。